ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DAL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつか動画を見てくださってる皆さん。いつか動画を見てくださってる皆さんいつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。ドミルの里無事着きました。すごいよ。火山のふもとじゃない。もはや火山の中流ぐらいにできてる里だったよ、ここ。グレーナルに会えるのかね、果たしてね。本当にいるのか、崇める土地言ってたけど。特に変わってる本はないか。今更なんですけど、裏で錬金釜がどこにあるのかを調べてきまして。パンちゃんのいるところにあったんですよね。そのイベントを発してなかったからかな、ずっと図書本棚探し回ってたけど、錬金のレシピみたいなやつは一切もらえてないんですよ。コメントで本棚調べろ調べろ言うか、ずっと調べてたんですけど、特に何もないんですよね、さっきみたいに。で、もしかして俺、あれしてないのかなと、フラグ立ててないからもらえてないのかな、レシピと思って。錬金側見つけに行ってたんですけど、探しに行ったんですけどね。結局見つからず、レシピは一切ゲットできず。こんなことできるんだね。これどうなってんの？これ中にあるよってことなのかな？あ、そうでしたね。小さなメダル。すごいね。中の内部の方まであれしてくれるんだね。お、あ、俺一回全滅してるからお金が半減化してるんだ。プラスはさらに上がるんだね。稲妻の槍？つけてあげようか。うわ、高っお金な。ドラゴンテイル。レイニーロット。マジカルメイスをつけてあげたいか。金な。ドラゴンクローをつけてあげたいか。炎の爪。あ、炎の爪もいいな。やばいね。お金が足りないね、圧倒的に。経験値稼ぎでハグレメタルばっか買ってたけど、ちょっとお金狩り、お金集めで、ザコ借りに行った方がいいかもな。ザコっていうか結構強いからな。もう。グレナル。300年も前なのか。出た、グラビア動画。出ました、グラビア動画。これ立ててんか。お金ないから入ってもあんま意味ないだろうな。逆に、こんだけしょぼい防具武器をつけてる状態でよくやってきたな。おー、こういうことか。わーい。錬金でなんとか作れないかな。お金かけずに。ワンチャン錬金で。ワンチャンないかな。0.5 チャンくらいならありそうだ。なんかちょっと異質な、あれなんですかね。里の民たちなんですかね。竜の膝け。おー。飲んでみたいけど、顔がすぐ真っ赤になっちゃうんですよね。だからあんまり飲めないんですけど、飲んでみたいですね。ミール火山の山頂に住んでいる。へぇー。あ、で、ここを封じてるのか。で、まあ、訳あって村長に、里の王さに話して、行けるようにしてもらうと。お、またレシピだ。やったー。レシピだー。フラグだった、多分あれだったんですね、本当に。錬金釜をまず、見つけてからじゃないと多分レシピもらえないような仕様だったんだろうな。ほう。いきますよ。世話役の家のババは元気です。ババ長生きすぎるだろ。300年前の話じゃないのかよ。おババ長生きじゃの。
会いに行けって言うけど、そうだよね。超人とかそういう系の類なんだろうね、仙人とかね。その装備で行くのかって言われそうだけどな。実況だから仕方ねえんだよ。行くんだよ。行くよ。しかもこれ、触れたら制のエンカウント制だから。触れたら制だから。そうだよ、思った。今までのドラクエと違うんだよ。エンカウント制じゃないんだよな。こういうのは何システムって言うんだっけな。テイルズ・オブ・デスニー、テイルズシリーズとかもこういう系統だけど、触れたら戦闘になるやつ。そうなんだよね。そこら辺が変わったのはなんだ？あれか。なんかレベル5さんみたいな風なのが出るから、多分そのせいなのかな。変わったんですよね、多分ね。スクエニだけじゃなくなったんだよね、きっと。制作会社的に。だからかな？地形をよく見て、ちょっとこのダメージが良くない気がするんで、トラマな。ヒットポイントが高くないから！赤いギズモか。やばいなぁ。ヒートギズモ。火炎の息の次なんだっけ？激しい炎ぐらいされたら結構積むよね。きついよね、相当。いや、やばいだろ、これ。結構やばいぞ。ヒートギズモを先に倒さないと多分やばい。激しい炎来たら多分耐えられない。オッケー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 。オッケー、これが効くならまだ、なんとかなるね。あー危ねえ、まだ許容範囲だな。ここら辺の雑魚も。まだ許容範囲、大丈夫。気合。常時素早さっていうのに惹かれてずっと気合上げてますね。やっぱり、トラマナ撃ったよね、俺。まあいいか。ここ上に行くのが正解ルート。ということはアイテムがこっちにある。ある。こいつは直行しそうな感じの。オッケーオッケー。オッケー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 。外に出れるね。一旦外出てみる。おー、危ねえ！トラマナって毎回かけなきゃいけないの？フロアごとに。あ、こっち正解ルートですね。すげえ、吹き出してる。こういうのってなんて言うんだっけ？間違えた。トラマナ撃とうとしたらリリミと放っちまった。うーぎゃー、これドラクエ7でも一回やったな、俺。しかも火山のとこだった気するんだけど。炎号だった気がするんだけど。やらかしてんな。あ、こっちもあるんだね。こっちは多分アイテムかな。あ、違う、いいんだ、こっちだってな。あそこに行きたいんだけどな。火山つながりでやったよな、これ。同じミス。トラマナ。完結戦なのか？何なんだろう。あ、正解ですね。こっちに続いてたんですね、宝箱。よかった、よかった。小さなメダルか。今は装備が欲しかったんだけどな。まあ文句は言わないでおこう。トラマナな。トラマナ。オッケー。トラ君とマナちゃんの。にゃーくっそ、ホーミングされた。幽閉士。強そうだな。応援、こっちで行こうか。ルカにルカにルカ。ルカにルカにルカに。攻撃。やっぱ先生取ってテンション溜めた状態でっていいよな、これ。この戦法すごい好きだわ。自分好みなんだけど。あ、でも妙に防御力高かったな。違うか、こっちの攻撃力が低いんだ。武器がレベルは高いのに、その武器なんだよって突っ込まれそうだな、ほんと。ちゃんと装備させろよって来そうだな、こりゃ。怖い怖い。うわー、封じられてる。あーですよね。うわ、3体来たか。これはこうかな。サミダレのイオラ攻撃。いや、イオラ一発じゃ落ちないだろうな。
おお、いいね。魔法に弱いんだね。了解了解。ここら辺倒せるとね、お金が結構入るんで、いい稼ぎポイントかもね。聖者の花？え！大丈夫。こいつはイオラで倒せることは分かってる。雲の大王出てきちゃった。さっき話した、ドラクエ7の、結構後半に出てくるボスだったんですよね。中ボスだったんですよね。やばい、サミダイ好き先入っちゃったか。雲の大王はね、なかなか強いんですよ。強い中ボスだったんですよ。まあけど、雑魚で出てくるようになったか。ないんでは。8では出てこなかったような気するな。思った。武道家とか言ってるけど、全然あれなんですね。回し蹴りとか飛び膝蹴りとかそういうのは覚えないんだね。普通に鉄の爪で攻撃してるもんな。なんだ？なんだ？溶岩魔人と雲の大王か。これ困ったな。魔法に強かったもんね、雲の大王がね。まあいいか、とりあえずサミダレ好き打っといて、イオラも放っといて、一旦貯めるぞ。2発ずつ入って、応援が入って、うわ、これやばいだろうな。あ、まあこんなもんか。いやー、防具が揃ってないからひでえ。通常攻撃でお願いします。んー、強い。バベホマラーに走ろうか。でもってイオラ放って攻撃で雲の大王一体を倒す。いやー、 MP に余裕があるからね、ベホマラーとかどんどん使っていけるから助かるよ。イオラ放て。イオラ放ったら勝ち。なあ、無駄に食らうな。雲の大王やっぱ強えな。こいつはタワー高いづらいですね。うん、雲の大王は要注意だな。溶岩のかけら。これ普通に落ちてたから取ってきたけど、道中で。さすが溶岩魔人ですね。氷河魔人、溶岩魔人で、ゴールデンゴーレムとかだったかな。思い出すな。おお、なんかすげえ。火山なのになんか遺跡になったぞ。遺跡になってんぞ、これ。あー、壺があるのか。ちょっと待って、あれやればいいじゃね。お宝探し。ん？ん？あそこにあるの？でもさ、なんか一つしか出ないのはなんで？多分あの壺の中も入ってるよね。おー、なんだっけ、アンドレアル？ふっ。かわせなかった。ただ大丈夫。竜兵士は、応援、トラジャー、防御、呪文、イオラ、防御で、多分大丈夫。二回攻撃なのか。トラジャーがもっと早く動ければな。でもいいのか。素早さ的に、ダルとトラジャーの間で下がった方が多分いいんだよね。だから、これはこれであるかな。やっぱ入ってるよね。あ、お宝探しはあれなのか。宝箱がある場所なのか。多分そうなんだ。間違えたな。ミリオは攻撃にすべきだったな。バカ野郎。バカ野郎。あ、通常攻撃にやっぱ強いな。やっぱダメですね。こうしないとダメだな。あ、イオラ先になっちゃった。オッケー。サミダレ好きでダメージ食らってたからな。いやー、なかなか先に進めねえな。狭いエリアだとどうしてもね、これ、
違う、別の場所から行くんだ。おーおーおー、炎郷にいた敵ですね、あれも。思い出すね、ドラクエ7の実況を。アンドレアルだな。呪文、ビホイミで、トラマナね、トラマナね、リリミットじゃないよ。顔大きいよ。攻撃、特技、サミダレ好き、ルカに攻撃。かなり硬そうだけど、ルカにかければ大丈夫。効かねえのか。こりゃまずいな。おたけび、これは効きそうだな。誰だけ、ベジータだけだった。サミダレ好き、メラミ攻撃でいきましょうか。腰を抜かしている。なんか火属性っぽい感じだったけど、メラミ効きましたね。関係ないのかな。あー、トラマナやっぱもう一回かけなきゃいけないのか。サタンヘルム、多分これはあれだな、呪われるな、おそらく。おお、道を塞がれた。なかなか前に進めないですね。困ったね。ジェモンメラミ攻撃。メラミ撃つまでもなかったか。まあいいか。なるべく敵はかわそうとしてるんだけどね、こうやって封じられちゃうともうどうしようもない、どうしようもないね。ここじゃないのか。じゃあこっちかな。いいか、行っちゃ行っちゃえ。ドミール火山4フロア、5フロア目に到達。そろそろだと思うんだけどなー。おお。おお。この回避力。無駄な回避力。待って。上に上がるのが正解だから、多分下行くと宝箱かな。おお、正解。安全靴だ。みんなつけれねえや。なんとか頂上まで来れましたね。できればまとめてここはクリアしちゃいたかったんで、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、無事到達。よかったよかった。さあ、グレイナルはどうなるのかね、いるのかね。300年時は経過しているらしいが。お菓子の薬、お菓子の薬、錬金の素材かな。ではね、火山頂上到着ということで、今回はここまでにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。